それでは最初に、作業台ですね。はい。材料はもう基本的に全部ここで切るようにしてます。で、まあ、このパーテーションなんですけど、まあ、純粋に飛散防止っていうか、向こうへ粉を飛び散らないようにっていうやつです。まあ、ちょうどここに電気つけれて、具合良かったかなと思ってますけど。で、この丸の後期っていうのが、これもまあ、モノマネなんですけど、人の真似して、自分でなんかいろいろ置けるようにアレンジして作りました。まあ手元をすぐこうパッと置けるんで、道具もやっぱ傷みにくいですしね。ああ、その方が。はい。こうなんか下にこうこうやって置いたりすると、どうしても、はい、傷むってどうですかね。まあそうですよね。まあまっすぐ丸の子に置けますし、こう引っ掛けますし、ね。まあ安全ですね。はい。そんな気はしますけど。で、これが、まあ、ここで切ると、まあ、今は綺麗ですけど、作業すると絶対この辺もクズだらけになるんで、でそのゴミを引っ張らんように、引っ張る、周りに持っていかんように、足を払って、こう出ていくだけのもんですけど、これがあるだけで全然違う気がします。はい。これも純粋に金物系と、まあ、小道具系か。その辺まとめてます。で、その横が、まあ、バッテリーの充電と、はい。あと、コンプレッサーも、コンプレッサーも下には置かないっていう感じですね、これ。はい。これが仮設電気が、電気屋さんにうまいことつけてもらって、今回は冷蔵庫の線を利用してつけてもらってます。で、奥に見えるのが、脚立。置き場ですね。これも上に引っ掛けて、下には基本的には置かないという感じですね。はい、次が、図面台。はい。ですね。お客さんが来られたときは、ここからまあ図面を見て、そうですね。打ち合わせしたりするっていう感じですかね。基本的に図面もなんかどこに行ったやろうっていうの結構あるんで。ああ、基本的にはここに置いとくように。そう。常にここに置くように。はい。で、次が、こっちから行こうかな。これがまあ、長めの材を置く。4メーター多く台です。で、極力、はい、僕は材料倉庫を外に置いてもらって、ああ、なるほど。いる分を中へ、全部中へ入れると、結構山盛りになってしまう。うん、まあ、現場が広い場合。あれが使えへん場合はもう仕方ないです、うん。で、次、ゴミ箱ですね。はい。この下にコロコロがついてますけど、これは。これはもう純粋に、こう、切った時に、手元まで転がしてきて、そこへ置いてすぐこう、捨てれるっていう、コロコロです。なるほど。はい。で、次これやね。これはもうコンパネばっかりをまとめて。まとめておくやつ。これ結構僕いいなと思ったんですけど、この切れっぱしっていうかパッキンみたいなのを使うことが、結構一目で分かって。断面が見える。そうです。断面で見えるんで、すごい便利で、僕これ好きです。